いどうも、楽しい美味しいおやつの時間ですよ。今日はこれです。あんま倒したくない豪華版いただいちゃいました。種屋さんもね、こんなにしてついてたんだけど、やってくれたのかな。入れ物もね、これ綺麗だよね、本当に可愛くてさ。種屋、滋賀県の会社ですね。まずちょっとこれから、もうこれいっか、これは、うん、中身からいこう。可愛いよ、色物も本当に。甘いものも大好きなんだ。おー、あ、倒しても大丈夫だね。こんなになってます。こんなんです。すごい、ほら、こうきな粉がついてるね。じゃあ上のこのピラピラのやつをちょっと剥がそうか。剥がそうね、ピラピラを、うん、こうやって剥がして、もうこれが、もうこれがいい香りだわ。すっげー、見てこれ、おいし、どっちから食べよう。なんかあるね、この、そうそうそう、だからこれの名前なんて言うんだろうな、これな。前も聞いたんだけど誰も教えてくれないんだよね。これ、あ、違う、これはつまようじだわ。これ用事だ。これね、こうやって2種類が2つずつあるでしょ。だから3人で食べれるようにこれ3本ついてる。これも気が利くね、考えられてる。じゃあこれからもう刺して食べたくないわ。もう手で食べるわ。手で見てこれ、絶対きな粉はこっちじゃない。綺麗、この桜、ほら、いただきます。おお、おいしいね、これ。何これ、うん、もうさ、桜のちょっとこのしょっぱい感いいね。あー、おいしい。こっちの緑の方は多分ヨモギだね。多分こっちきな粉だから、でも半分はそのまま食べようね。いただきます。おいしいね、これね。もっ、見て、もっちょで、これきな粉ですよ、ここからは。あー、おいしいわ。行儀悪くてごめんなさい。で、きな粉をかけて、あー、あー、いいね、いいね、いいね。あー、美しいね、綺麗だね、美味しそうになってきたね。しかしこれいい香りと、このもちもちが、はい、きな粉つけて、おお、きな粉をかけるとまたいいわ。これ美味しい、すごいな。種屋さんのこのまんじゅうたち、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。